拍手の準備をしろ。え、いや終わらないんかーい。いや全然終わらんやんけ。お前全然終わらんやんけ。お前完全にこのままフェードアウトしてエンディング入っていくものと俺は思っていたよ。まあまあでも最後ら辺のシーンであることに変わりはないだろうけどな。終わった夢をなぞるように俺はこの場所へとやってきた。ほう。まるで人を拒絶するかのように冷たい空気で満ちた森には夏の声が響いている。あ、わかったわかった。これあれだ、現実の世界だ。もう現実の世界で同じ道があるんだ。だから同じ神社が現実の世界であるっていうことだろう。そういうことだろう。すっかり汗の引いてしまった体で奥へ奥へと進んでいくが、目的の場所にはたどり着けない。それどころかまっすぐに伸びた道の上を歩いているはずなのに、しばらくすると同じ場所へと戻ってしまう。まるで狐に化かされているようだ。木漏れ日の眩しさにふらつきながら、俺はカバンの中からあやみにもらったお守りを取り出した。あのお面だろ。特別だというのならもう一度だけ導いてください。あやめ、仮面を手に腕の包帯を解く。塞がることを忘れた傷口はガーゼを剥いだ瞬間に真っ赤な血を溢れさせた。ぼやけた視界でポツリポツリと地面にこぼれていく赤を眺める。読めねえわこれは。はい、調べてきました。これマダラです。マダラって読みます。もう久しぶりに読めねえ感じ調べたな。マダラに染まった地面はやがて波紋を広げ、一瞬だけ夕暮れ色と変化して道を示してくれた。おお、あやめが、おお、あやめ、お前本当にお前あやめいいキャラだな。おい、本当にいい人。ありがとう。あー、これ絶対まだ終わんないよね。結構あるね。なんか絶対終わる雰囲気だなって思って、さっき拍手してたのがバカみたいにまだまだ続くね。うん、素晴らしい、ありがとう。神様に隠された場所には人の気配が感じられなかった。夢で見た時よりも建物は自然に飲み込まれ、今にも朽ち果てようとしている。あ、そうなんだ。足元には風化し、色あせた赤いリボンが散らばり、ここにはもう神様すらいないのだと告げているようだった。あー。春雪、一歩進むごとに視界が歪み、自身の声すら遠くなっていく。え、それは涙で視界が歪んでってことかな。それとも血流しすぎてっていうことかな。いや、血流しすぎたんだろうな。命に関わるみたいなこと言ってたもんな。かろうじて巻きついていた包帯は真っ赤になるまで血を吸って、この神社に残されたどの願いよりも色鮮やかだ。ああ、なるほどね。ならばと俺は心の中で願いを唱えながら社の扉へと手を伸ばした。外観の通り、中も建物の劣化が激しかった。ひび割れた壁からは小さな光がいくつも差し込み、朽ちた床からは地面から伸びた草花が顔を覗かせている。その中心にぽつりと、いつものように眠った姿の春雪が俺を待っていた。お、来るな一万円。まあ、再会なんだけど、やっぱそうか。なんかね、心の中でね、考えないようにはしてたんだけど、だって何十年も経ってるわけじゃん。あ、やっぱそうだよな。ほら、手とか見てよ。骸骨になってるじゃん。だよな。まあ、普通に考えたらそうだよな。まあ、そうだよな。春雪。夏の風が通り抜け、年数とともに劣化した彼の制服が裾を揺らす。手を伸ばせば届く距離に彼がいる。迎えに来ましたよ、春雪。立っていられず、彼のそばへと座り込む。濡れた手で彼の胸元に触れた瞬間、バランスを崩した体がぐらりと傾いた。あー、ちょっと、お前、バカバカ泣けるな、おい。随分と情熱的な起こし方だな、桜。ね、おい、いや、こんな泣ける作品だったか。待って、もう、やばいやばい、涙腺に来てる、今、めちゃめちゃ涙腺に来てるって。少し疲れて、でもやっと見つけました。本当に来てくれた。もちろん約束しましたから。うん。抱きしめられ、不思議と痛みが消えていく。これでやっと願いを果たすことができた。あの時最後に望んだたった一つの願い。おはようございます、春雪。おはよう、さくら。待って、どういうこと、どういうこと。なにこれ、過去の回想みたいな入るか。さくら。あ、これ最初のシーンだね。っていうことはさくらか。好きだったからと、その子供は笑いました。日の光が似合うような温かな雰囲気をまとわせた子供。待って、これ
さくらさ、神様説ある？この神様が桜説ある？わかんないけど。神様はそのいびつな存在を愛おしいと思いました。だから望みの一つを叶えてやろうと告げたのです。驚いた表情を見せ、笑い、お礼を言った後、子供はついに泣き始めてしまいました。一人は怖い。それは誰もが口にする言葉でした。もちろんその言葉を無視することもできました。けれどふと気まぐれに神様は赤い実を一つその子供へと手渡しました。甘やかな夢が苦しみのすべてを消し去りますように。その実は哀れな子供に永遠の眠りを与えました。そうして神様は、これまだ続くだろう。だよね、そうだよね。桜という名を与えられた神様、桜だった。あ、やっぱそうなんだ。あ、顔桜だもんね。あー、すげえ。そんなことある？桜という名を与えられた神様は、その子供に約束をしました。甘い夢が終わるとき、必ず迎えに行こう。そうすれば、お前は一人じゃない。何も恐れず行けるだろう。ああ、なるほどね。成仏させるためにっていうことなんだ。待って、泣ける泣ける。だから、お前が与えたこの名前を、決して、忘れるな、と。待って待って、そういう意味だったんだ。終わった待って、色が、タイトルに色がついた。うわで、花で埋められてさ、泣き殻が見えないようになっているこの演出、素晴らしすぎる。待ってくれ。はい、というわけで、タイトル画面の一番左下、この春の終わりに約束をっていう、これがおまけなんで、まあ見ていこう。あれ結構長いな。区切りどころがわかんないけど、まあとりあえずどっかでパートは分けてると思う、さすがに。さあ、誰してんだろうな。その花が好きだったから、と、目の前の子供が笑った。目の前の子供っていうことは神様視点だ。桜。やっぱそうだよね。だから桜が好きだから桜っていう名前にしたっていうことだもんね。桜。見たことはある。錆びれたこの場所にはもう存在しない。桃色の。目を閉じ、記憶の中からその花を引っ張り出す。すげえな、さすが神様だ。隣で上がった声に目を開くと、青空には無数の花びらが舞い踊っていた。なるほどね。すごい、やっぱり神様なんだ。おお、ちょっと待って、急にお前神様の風貌を、いやー、神々しいな、さすがに。で、いいのか、俺が適当に名前つけちゃって。名前がないと不便だと言ったのはお前だろ。そうだけどさ。子供が不安そうにこちらの顔を覗き込んでくる。なぜそんな表情を浮かべるのか理解できない。許可したのだから堂々としていればいいのだと言ったところで無意味だろう。人間は神を崇めつつ同時に恐れているのだから。お命してるってことは狐の神様なのか。いや、どうだっただろう、わからない。が、おそらく違う。曖昧だな。だから自分の名前も忘れたの？人から忘れ去られたら神は存在していられない。だよね。人の信仰があるから神が存在していられるんだもんね。ここに足を踏み入れる人間などもういないかと思っていた。昔は近くに村があったため信仰する人間が少なからずいた。が、時間の経過とともに村は廃れ、人はいなくなり、ならばちょうどいいと残された力でこの森を隠した。なるほどね。はずなのに彼はこの場所へとやってきた。へえ。死にたいとそう願いながら。もう行きたいとこないからさ、どうしようかなって歩いてたらこんなところに神社があって。そういえば小さい頃ばあちゃんに願いが叶う神社のお話聞いたことあったな。あ、なるほどね。そのばあちゃんから聞いてたから存在を知ってたのもあって、で、死にたいって願う孤独な少年だっていうのもあって、そのイレギュラーが重なって来られたっていうことがこの神社に。もしかしてここのこと？ほら、その辺にいっぱいリボン吊るされてるし。子供が指を指す方向には大きな木があり、濃くも淡くも赤い布が数え切れないほど結ばれている。いつの頃からか人間があの赤に願いを込め、その辺に吊るしてしまうようになったのだ。彼に視線を戻すと、持ってきていたカバンの中を漁って小さくため息をついた。ダメだ、何にもない。
赤いリボンなんて事前に用意でもしないと持ってないよな。必要ない。人間が勝手に風習化しただけだ。そうなの？じゃあ、あ、ちょっと待って。再びカバンの中に手を入れ、やがて彼は小さな巾着袋を取り出した。赤い糸ならあるよ、ばあちゃんの形見の裁縫セット。せっかくだし、それ縫ってあげる。示された箇所を見ると、着物の裾がいつの間にか破れていた。そういえば、シノがそんなことを言っていたような気がする。ような。シノとはあやめのことだと俺は予想する。どうでしょうか。こちらの返答も聞かず、彼は手慣れた様子で着物に針を通していく。やがて出来上がったのは、幼い子供が書いた文字のように、お世辞にも綺麗とは言い難い縫い目だった。ほう。ごめん。なんか、ガタガタの線路みたいになった。いっそ縦にも線引いて、本当に線路にしようか。もうダメダメだ。やめてくれ。もういい。それよりも、名前の礼をしなくてはな。願い事、叶えてくれるの？ああ。おお。子供の手を取り、目を閉じる。一呼吸を置いて目を開けると、彼の手には真っ赤なリンゴ飴が握られていた。なるほどね、それでリンゴ飴を。これを食えばお前の願いが叶う。あとは好きにしろ。さくらってお祭り好き？何を突然。嫌いではない。一度人間に紛れて行ったことがある。あれはなかなか良かった。庶民みたい。お前を呪うだけの力が残っているんだが。ごめんなさい。いや素直かな。子供は戸惑ったようにリンゴ飴に目を向ける。何を迷っているのかわからないが、彼はその身を口にしようとはしなかった。聞いてもいい？あ、お賽銭必要？いらない。なんだ？生まれたのに生きていかずに死を望むのは悪いことかな。深い質問するなお前。苦しくて生きていけないのに死んだら地獄に落ちるのかな。死に至るまでの過程や感情を善悪で判断するのは人間が持つ価値観でしかない。天国や地獄などといった世界も所詮はお前たち人間の想像だろ。実際はどうなの？だって神様はいるじゃん。わからない。名前と一緒に消えちゃった？いやちょっと今のセリフ深いな。ちょっと名前と一緒に消えちゃったって。じゃあさ、今の桜にさっきの質問。俺は悪い子？それともいい子だと思う？なるべく傷つかないように慰めて。晴れ行きが死を選ぶならそれがお前のせいだろう。人間の感情は複雑だ。結末に至るまでの理由は自分自身にしかわからない。たとえ親兄弟だろうとも、晴れ行きが感じた痛みや苦しみを同じだけ理解できる人間はいない。だからお前を否定できるのはお前だけだと思う。そっか。じゃあ俺がハッピーエンドだと思えば救われるんだな。子供の目にリンゴ飴の赤が映る。映った赤が揺れたのはこぼれそうな涙のせいだ。なんでだろう。死ぬ時すら一人なんだって思うと、なんか恐れているのか。うん、一人は怖い。死ぬ時も死んだ後も一人は怖いよ。それに寂しい。寂しい。その感情がどんなものか想像もつかない。だが静かに泣いている子供の姿を見ていることしかできないのはもどかしかった。こんな時どうしていいのかわからない。分かっていたのかもしれない、過去は。けれど今は。でも今ならさくらがそばで見送ってくれるんだよな。晴れ行きなら十分か。涙を拭うこともせず彼はリンゴへとかじりつく。たった一口を飲み込んだだけだったが、この子供には十分だったようだ。望んだ眠りに抗うようゆっくり瞬きを繰り返す。体を横たえ、かすれた声が何度もさくらと名を呼んだ。甘やかな夢がお前の晴れ行きの苦しみを消し去りますよう。そうして夢が終わるとき、必ずお前を迎えに行こう。無意識に彼の髪へと手を伸ばす。子供をあやすように頭を撫でると、彼は安心したように目を閉じた。迎えに行く。だから決して、お前が与えたこの名前を忘れるな。
やばいやばいそ、うわ待って、もう何もかも感動だって。んまだ続くんか、もうおまけ終わりかと思った。完全にさ、今までの過去の回想も回収して完全に終わりだと思ったら、終わると思ったら終わらねえな、このゲームは。素晴らしい。もう名前を失い、力を失って、使いはみんな去っていった。お前も好きなところへ行くといい。やっぱあやめだよな、シノだっけ、絶対あやめのことだろうなとは思った。ああなるほどね。あの子供と共に行くために、それだけのために人間として生まれ変わるのですか。それがあなたの最後の願いなんですね。願い、そうだな。あれは言った、寂しいと。その感情はわからないが、あの子供の泣き顔はもう見たくない。主様、この身はいずれ近いうちに消えゆくだろう。ならば己が心の思うままに、人間のように身勝手に願いを叶えてやろうかと。あなたは本当にお優しい。だから私はここから離れることができない。なぜ、お前を縛るものはなくなった。役目を捨て好きな場所へ行けばいい。他の者がそうしたように。主様、私はあなたに捧げられた生贄でした。体はとうの昔に朽ち果ててしまいましたが、この魂をあなたの気まぐれが救ってくれた。私の生きたいという願いをあなたは叶えてくれました。生贄の魂を食らわずとも力を得ていたからな。ええ、主様はとても強いお方だった。信仰がなくなり、名を失い、力も姿すらも失われようとしてなお、その存在は汚れることなくあり続けている。私はそんなあなたに仕えることができて本当に幸せなのです。あなたと過ごした日々は、私がこの魂を捧げても足りないほど満ち足りていました。ですからどうか、あなたの願う最後を私に導かせてください。人間として生まれ変われば、おそらくは記憶も失ってしまう。あの子供と名前のつながりがあるとはいえ、人となったあなたにこの森を見つけることはとても困難でしょう。あ、なるほどね。それで導くためにずっと残ってたっていうことだ。お前、あやめいいやつすぎるだろう。ですから私がこの森に残り、あなたを彼が見ている夢へと導きましょう。それでいいのか、シノ。もう多くの力は与えてやれない。お前が干渉するうちに、お前自身が消えてしまうことも。構いません。ですが、もし叶うなら、私に名前をいただけませんか。それであやめになるんだ。なるほどね。名前、お前はすでに持っているだろう。ええ、ですがこれは生前私を贄として捧げた両親によって与えられた名です。ですからその魂が転生しようと、決して見失わないよう、名のつながりを私に与えていただけませんか。ああ、なるほどな。ちょっと待って、泣ける泣ける。やべ、本当に自身の魂も全て神様のために捧げようとしてるよ。あやめ、お前の瞳はあの花の色に似ている。ああ、まっすぐに美しく咲く姿もお前らしい。ありがとうございます。これ以上の幸せはございません。それほどまでに喜ぶのなら、早くに与えてやるべきだったな。導いてくれ、あやめ。無力な人間となった時、お前のその手でかの子供のもとへ。あー、でこのおめえ、そうだよね、もう今の今まであって神様自身がしてたもんね。それをあやめに託したんだ。主様、さくらだ。残してやれるものがないのだが、受け取ってくれるか。多少の力にはなるだろう。夏祭り、とても楽しかったですね。ああ、あの時お前はこの狐の面を選んでくれた。主、桜様が祭りの前日に自我を失った稲荷神を食らっていましたので、つい思い出してしまって。あれはまずかった。無茶をしすぎです。あなたはいつもそうだった。ああそうだな。では大切にお預かりします。必ずあなたをお迎えに上がりますから。うーわ、ちょっと待って、うわ泣ける泣ける。うわ、まああやめの覚悟本当に泣けるわ。これが最後の一枚やだな多分。再びお会いできる日までどうか幸せに。
あー、終わりだ、終わった終わった終わった、これは完全に終わりでしょ。だよね。うわ、エンディング流して惜しかった。なんかエンディングでも、このなんかエンディングがないのもまたさ、一興みたいなところあるよね。さくらが春雪に一緒に死ぬみたいなの言ってたのは、文字通り現実の世界で春雪と一緒に死んでやるっていう、そういう意味だったんだね、本当に。だからまあ手の傷のせいかわかんないけど、まあ死ぬシーンは見られなかったけど、あのまま二人して一緒に成仏したんだろうね。でタイトル画面さ、さくらのこの手の部分、血の部分、包帯の部分とかも変化してるんだね。で赤いリボン結ぶと願いが叶うみたいな描写あったけど、まさかさ、血を吸ったこの包帯が赤いリボンの代わりになるみたいなさ、伏線だったとは俺思わなかったよ。マジでうまいと思った、この赤い包帯の描写は。というわけで、甘やかな夢にさよならをでした。もうこのタイトルの意味合いもさ、終わってみたらわかるんだよね。でこのさ、おまけのタイトルの春の終わりに約束をっていう、もうどっちのタイトルもいい、タイトルがいいんだよマジで。てわけで、春雪、さくら、そしてね、あいめも含めて3人の魂がこれからも幸せであり続けることを願います。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコン、または画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。